お願いします。自分にも手伝わせてください。役に立ちたいんです。何でもします。お願いします。この時俺はレターニを作ったんですよね。そんなに喋るやつだったのかよ。恥ずかしくて喋れなかったんです。それじゃあお前俺のこと好きみたいじゃん。そうです。じゃあさ、キスしてみる。ごめん、そういうんじゃなかった感じ。いやごめんごめん、俺もちょっと酔っ払っちゃったのかな。終電やばいよな。ガナダも立てよ。ほら、あ、すいません。夢じゃないよな。本当に先輩とキスした？はい、しました。しかも向こうから。なんで？どういうこと？ああ！先輩、どういうつもりだったんだろう。金田君、教育担当の柳瀬、よろしくね。はい、よろしくお願いします。柳瀬チャラいから気をつけてね。ちょっと友よさん、やめてくださいよ。本当のことじゃん。いや、本当じゃないですって。本当のことだよ。先輩、どういうつもりだったんですか？眠れなくてこんなに早く来てしまった。どうして俺にキスしてきたんですか？きっと先輩の一言目で決まる。少しでもキスを気にしてる素振りだったらどういうつもりだったのか聞こう。けど全く気にしてなかったら。じゃあさ、キスしてみる。神のほんの気まぐれ。俺も忘れよう。おはよう。おはようございます。あの先輩、ん？昨日のキス、あれってどういう意味なんですか？わかんない。俺、キスは好きな人としかしない主義なんだけど。それってどういう？わかんないならもう一回しようか。先輩。
先輩、先輩。あ、起きた。いや、早く来てて偉いなって思ったら寝落ちしてんの。柳瀬さんには言わないといてやるよ。柳瀬さんが声をかける、その一言目で決まる。一言目で。金田。金田、ごめん。俺、お前に言ってなかったことがある。はい、何でしょうか。これ「レッドハニー」の仕事ですか。このプロジェクト、お前にも参加してもらうことになったから。よくできてる。もうお勉強期間は終わりだ。これからは仕事しながら学んでいってもらう。ついてこれるか。はい。よし、会議行くか。はい。これでいいんだ。足を引っ張らないように頑張りますので、よろしくお願いします。それでは。こうやって隣で仕事できるだけで十分じゃないか。よろしくお願いします。いやー、今回も恋のアラーム発動するんかな。恋のアラーム、何それ。知らないんすか。レッドハニーって恋愛体質系のヒーローなんすよ。ですぐ敵に恋しちゃうんすよ。アクションものかと思ってた。恋愛要素もあるんだ。そうなんすよ。それで敵に恋しそうになった時にレッドハニーの心の中で恋のアラームが鳴るんです。そう、なるなアラーム、なるなアラーム。レッドハニーは自分の恋心を必死に押さえつけようとするんですけど、結局敵のことを好きになっちゃって、正義と恋心の狭間でレッドハニーの心は揺れ動くんです。そうやなさい。だからレッドハニーの魅力っていうのは、愛した相手を倒さなきゃいけないってところに葛藤が生まれる。それがレッドハニーの魅力ってわけか。その通りです。ねえ中山、ブルーレイ持ってきてよ。井口に借りればいいんじゃないですか。どうしたの柳瀬。はい。ちょっと多いかな。はい。先週上げてもらった繁華街のグラフィック、仕様変更が入ってさ。これほぼ作り直しじゃないですか。納期いつまでなんですか。それが明日の朝一までに上げてほしいって。クオリティ保てなくなります。納期下げれないんですか。先方は何が何でも間に合わせてほしいって言ってる。クオリティは二の次ってことですか。わかりました。クライアントの指示ですもんね。仕方ないっす。今日一日でできるところまでやってみます。悪い、頼むね。はい。金田、悪い。一緒にレッドハニーのこと進めようと思ってたんだけど、とりあえず今日は定時で上がって。はい。I'm doing this as a professional. Isn't that your ego? No, if you just follow the instructions, the quality of the work will suffer. We can do more. I'm not asking your opinion. Make it the way the client wants it. That is your job.
やるか。ああ、びっくりした。いつから開いたの？ついさっきです。ああ、そっか。早く帰れよ。あの柳さん、さっきの話、よかったら俺にも手伝わせてください。自分なんかが役に立てないことなんて分かっています。でもそれでも。ありがとう。けど先方もクオリティ重視じゃないって言ってるから、間に合わせるだけなら俺一人でなんとかなるよ。本当はこだわりたいんじゃないんですか？すいません。でもさっきの柳瀬さんを見たらそんな気がして。お願いします、自分にも手伝わせてください。役に立ちたいんです。何でもします、お願いします。この時俺は金田、このオブジェクトの角度もう少しこっちに開いて。 OK。 はい。ねえ先輩、ベーコン、レタス、トマト、頭文字を取ったな。そうなんですか？知らなかったのかよ。知りませんでした。じゃあメモっとけ。キスしたこと、はい、先輩はもう忘れてるんですよね。あ、痛い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 、下ろせ下ろせ下ろせ。すいません。けど忘れてもいいです。俺は忘れません。痛いです。このライトの位置を全体的にもう少し上げたいんだよね。わかる？はい。だからこのマークをもう少し左にずらす。わかる？はい。で最後はここをもう少し立体的にして。俺こうやって先輩の役に立てるだけで幸せです。乾杯。あー決まる。そうですね。よしやるか。だからはい、だから隣に。彼だ。誤作動しないように寝そうな時は手を外しておくんだぞ。よし終わらす。おはよう。おはようございます。ちょうど今片付いたところ。うわ疲れた。すいませんでした。俺本当に寝るつもりなんてなくて、役に立つとか言ってたのに、本当すいません。そんなことで謝んなよ。
これは俺の仕事だし、手伝ってくれただけでもありがたいんだからさ。だから顔上げろって。いや本当に自分が情けなくて。それにお願いした仕事は全部終わらせてくれたじゃん。一瞬気が抜けて一気に来たんだろうな。お疲れだったな。やめてください。やめてくださいってなんだよ。それ以上優しい言葉かけないでください。じゃあついでに言わしてもらうけど、お前が直したオブジェクト、あれめっちゃ良かったわ。本当にもう何も言わないでください。このままじゃ俺もういいだろ。ほら顔を上げろって。お前泣いてんのかよ。しょうがねえな。泣くことないだろ。お前はよく頑張ったよ。お前のおかげでクオリティを下げずに済んだ。俺一人だったらそうはいかなかったと思う。ダメだ止まれ。お前がいてくれてよかった。恋しそうになった時にレッドハニーの心の中で恋のアラームが鳴るんです。鳴るなアラーム、鳴るなアラームって。レッドハニーは自分の恋心に鳴るなアラーム、鳴るなアラーム、鳴るなアラーム。お願いなるな。金田、ありがとう。